はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビーです。では今回はハーツオブアイアンフォー現代ボット台湾独立戦争機続きをプレイしていきたいと思います。台湾と、中国の戦争というものからですね、アメリカ、ヨーロッパ諸国に対してうまく台湾、これが外交を行うことによってアメリカ対中国という、世界規模な戦争にね、戦争の規模を拡大消化することができています。このまま中国軍とね、アメリカ軍が主力部隊をぶつけ合う中、台湾がどう生き残るかというのにね、焦点を当ててプレイの方はしていきたいと思っています。では早速時間を進めていきましょう。香港近辺で行われている激戦、これアメリカ軍がやっぱりね、中国軍の主力部隊との戦いで地理的な条件もあって不利になっている部分ありますので、ここも戦況をしっかり見極めつつですね、台湾軍はインド軍とともに部隊を西から東へと中国軍を駆逐しながら進んでいきたいと思います。このまま行けばですね、大陸をまさに横断するような形で、上海、北京、この辺りまでね、軍を進められるんじゃないかなと思います。ではここで研究内容について簡単にご紹介しておきたいと思います。この後中国軍を仮に撃破した後はですね、大国中国に代わってこの台湾がアジアにね、君臨するということもやっぱり視野に入れておく必要ありますし、インドとね、台湾協力して統治していくということも考えて、空母、これの研究を今進めています。台湾が空母を持ち、軍事大国、海軍国家へとグレードアップ、レベルアップしていくための必要な戦力として、母艦となる空母ですね。これの研究開発中になります。こんな中ではありますけども、2022年の北京オリンピック、これ開催するんだな。今やね、中国はその戦争の、真っ只中にあるわけですけどね。気になるのは現実世界の東京オリンピックですか。もう、開催までね、3ヶ月を切ってるという状況になってますけどね。ここに来てまたコロナウイルス、特に変異種と呼ばれるものが猛威を振るっているところにはなってますが、どうなるんでしょうね。個人的にはね、何度か動画の中でも話した通り、開催してもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。無観客にすればですね、大会関係者のみで済みますので、そこで必要になってくる、人の移動とかっていうのも、だいぶ制限できると思いますしね。議会の危機というイベントが起きています。ちょっと中身だけ確認しておきましょう。で、選択肢3つ用意されてまして、内容としてはですね、税制上の抜け道、これに対してということなんですけども、最高裁、これに委ねると、政治力がマイナス45。20日間の間、得られる政治力がマイナス 50% ですね。通信委員会を設置するべき。これに関して言うと、政治力がマイナス30。で、政治力マイナス50が3分の1間ですね。何もしないという場合には、安定性がマイナス 1% ですね。ここは最高裁に判断を委ねましょう。戦争の方はご覧のように有利に進んでいます。このまま見守ります。さあ、福建省から上陸していたアメリカ軍ですが、これが苦戦をしていた中、一気に巻き返しを図って、香港に迫ろうか、あるいは上海に迫ろうかという動きに変わってきてます。これ我々も便乗していきたいと思います。まずですね、制海権、制空権。これある程度台湾の上空に関しては守られているという状況をありますので、今残っているですね、台湾軍、台湾本土にいる10部隊のうちいくつかを割いて福建省、ここに上陸していきたいと思います。約半数を割きましょう。半分を使っていきます。この攻勢のチャンスを逃さないというところでしょうか。
では、台湾軍ですね、一部福建省ここに上陸させて、圧政独裁政権に苦しむ香港、これの解放を目指して南進していきたいと思います。今この状況であれば中国軍はね、完全に撃破する絶好のチャンスだと思いますのでね。さあ、台湾軍ですが、ご覧のように香港、マカオ、ここに向けて目と鼻の先まで迫っています。共闘するのはインド軍、アメリカ軍と共闘の作戦になります。なんとかね、ここで香港、マカオを解放しましょう。僕も香港、マカオ、大好きで何度も行ってた場所ですからね、ここを中共独裁政権から守ってあげたい、解放してあげたいというところです。はい、香港ですが解放しました。このままマカオまでは解放に進みましょう。少しですね、軍事工場、民事工場増えている中ではあるんですけども、一方で鉄資源が全く取れていないので、鉄資源の回収ということで鉄が取れる場所、ここだけでもせめて把握しておきたいかなと思います。このままだと鉄が不足してしまうので、南進南進してですね、広州まで南進、ここにある鉄資源回収しましょう。マカオも解放成功しています。このままマカオ、香港の維持はしたいと思います。さあ、ついに戦域がベトナムにも入ってきています。ベトナムの戦力も駆逐してですね、中国を支援する国家というのを対別させていきましょう。ベトナムの降伏早かったですね。ベトナムは降伏です。で、ベトナムのお隣、ラオス。まあ、ここももう戦力はほぼ残っていないと思いますので、このまま行けばですね、もう残りの敵は北朝鮮と中国のみということに限定できそうです。これによって部隊の大部分を上海から北京方面に振り向けることができそうですので、ここからね、加速していきましょう。ラオスもここで降伏です。もう本当に北朝鮮と中国のみというところまで追い込んできています。北京まで目の破綻の先まで来てますね。このままの勢いで北京をね、まずは陥落させましょう。はい、サンタクルス条約締結。これによって中国が、まあ、NATO 陣営、まあ、台湾が属する NATO 陣営に降伏をしたということになります。では戦勝点使っていきましょう。はい、戦争終結しています。まあ、中国をね、完全に解体することは、まあ、結果できませんでしたね。確認しておきましょう。まず台湾なんですけども、福建、ここをまあ割譲させたというのが精一杯でした。まあ、ただこの福建ですね、資源として結構優秀なんですね。ゴムやタングステン、アルミが取れますので、まあこの台湾とね、台湾海峡を挟んで、隣接していると言っていいこの福建、ここを取れましたので、まあまずは良しとしましょう。そしてインドなんですが、大躍進しましたね。中国大陸、まあその西側、約3分の1強を獲得したのがインドです。この戦争で多分一番得をしたのがこのインドなのかなと思います。一方、アメリカはですね、まあベトナムを事実上、傀儡国としたというところになります。そして、中国なんですが、戦争に負けたとはいえですね、依然強大な国家としてまだその大きなね、勢力を持っているというところになりますので、まあ、これをもってまず第一次台湾独立戦争終結ということにしてですね、中国の動きを見ながら第二次
完全独立戦争というものもね、視野に入れてプレイの方はしていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。